夏草茂る、ここは相馬六万石の城主。かつて奥州一円に君臨した相馬藩主は、優れた馬の産地であるこの土地に野馬を借り、乱に備えたと言われています。だが、後世幕府の裁議を受けることとなり、今日では鎮守妙見神社の祭礼として姿をとどめています。毎年7月11日が来ると、近在の農家では家宝の旗甲冑を取り出し、伝統の野馬追いに馳せ参じます。農耕に欠くことのできない馬であってみれば、過去数百年、農民がこの行事に寄せてきた愛着もまた一層深いものがありました。やがて騎馬武者たちはそれぞれの号を発し、三三五五駒を進めていきます。ここは福島県原の町。総大将がどっかと将棋に腰を下ろせば、町は元気天正の昔へ逆戻り。明けて7月12日、いよいよ出陣の時が迫り、時を移さず全軍へ発進を告げる洞貝。総勢500有余騎が続々とひばりが原へ出陣します。やがて陣旗を打ち上げる花火に点火。南北から殺到した騎馬は野馬に代わる陣旗を目指し、果敢な争奪戦を展開します。旗を奪った騎馬武者が意気揚々と本陣へ凱旋してきます。軍馬の備えに始まり、農耕馬に受け継がれた野馬追いはトラクターの新時代ともなれば重荷にもなってきたようですが、しかし農民の郷愁の中で生きていくでしょう。